皆さん、やっさーやっさー、新年明けましておめでとうございます。今夜1月4日月曜日夜11時から放送、ミッド FM76.1 やさぐれナイトの今夜もやさぐれチャイナ第206回目がオンエアです。イエーイ。ということでね、はい、新年明けましたよ。明けましたね。はい、まあ、今回は、はい、今年の1年のね、やさぐれナイトの抱負であったりとか、はい、まあ、目標ってな、毎年な掲げてもな、ことごとく裏切られてな、もっといい目標をボン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 っていっちゃってるので、まあまあそこら辺のことについてね、はい、まあ、やさぐれナイト今後どうしていこうかっていうお話を前半でさせていただいて、で後半の部分では、まあ、年末にもやりましたけどね、はい、ここユミとユウトが個人的にね、何か挑戦したいことであるとか、そうだね、目標を掲げてやりたいことであるとか、はい、そういうところをねメインにお話しさせていただければなと思っております。はい、そして今回オンエアは楽曲は何ですか。今回のオンエア楽曲は、はい、新年ということもあり、お、まあ、年末に引き続き引き続きやさぐれナイトの曲をお届けしたいと思います。またかけるやさぐれの曲。そうですよ。そうやな、めでたいからね。そうやな、まあ、知ってもらわなあかんでなそうですよ、めでたい時にやな、はい、あ、ということで何をお届けしましょう。まず1曲目がですね、はい、リブヤドリームをお届けしたいと思います。いいね、いいね、新年早々やね。そうですよ、夢に向かって突っ走るみたいなね。そうやな、うん、はい、そして2曲目は、うん、笑ってお届けしたいと思います。いいね、1年 ね、 これもね、笑って、あ、行きましょう、過ごしましょうということで、はい、笑ってなんですが、そして3曲目は、はい、やっぱりやさぐれナイトといえば、といえばこの曲、おやさぐれパーティーで、パーティーパーティーパーティーやさぐれパーティーということで、バカみたいだからバカみたいっていうね。まあ1年ね、楽しく盛り上がっていきましょうっていうことで、うん、やさぐれパーティーをお届けしたいと思います、はい、ということでね、内容盛りだくさんで、はい、今年もちょっとね、うん、ラジオもね、ライブもそうですけど、はい、ラジオもちょっと盛り上げていきたいと思いますんでね、はい、皆さんもね、しっかりとねリクエスト曲であったりとかメッセージよろしくお願いいたしますよ。お願いします。ということで皆様お待たせいたしました、はい、2021年、はい、1月1個目のキーワードは何ですか、ゆみちゃん。1個目のキーワードは、おい、近藤雅彦のコーン、マッチでーすそれは厳しいだろ。そっか、それはちょっと厳しいと思うなということで皆さん、はい、近藤雅彦さんのコになりますのでね、はい、しっかりとメモってね、応募よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、はい、今年もやさぐれナイト、ね、一生懸命頑張ってまいりたいと思いますので、はい、この番組今夜もやさぐれチャイナ、はい、そしてやさぐれナイトをどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。それでは皆さん、今夜もやさぐれチャイナ。チャンネル登録よろしく。